天賦サラムチャンネル始まりました。よろしく。天賦サラム吉永です。どうもしろきです。おいしいリサちゃん、おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。いやつい先日やりましたね。リサちゃんがね、はい、おっとね、やりましたけども、ね、ちょっと期間が空いちゃいましたけども、ちょっとね、9月18日、うん、飯塚オートレースショーで行ったミッドナイトの、はい、において、うん、見事優勝ということで、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。リサちゃんがとうとうやったね。はい、とうとうだよ。なんでこんな1ヶ月も空いたんだろうな。はい、なぜそのすぐ動画出せなかったかというと、うんうん、まあ皆まで言わんくても大体はわかんのか、そろそろ。いやもうウイシの鬼体調不良な。大スペが出てウイシ。大スペが出て。大スペランカーだからウイシはすぐ体調不良起こすから。動画撮れなかったんですけども、うん、おめでとうという気持ちはあったんですけどちょっとね、はい、動画出せなかったということで。はい。はい。まあやっぱウイシと言ったらリサちゃんなんでね、うんうん、まあリサちゃんの動画撮るってなったら、うん、ウイシがいないと撮れないということだったんですけど。コメント欄でも、リサちゃんの優勝の動画出してくださいみたいなコメントあったけど。うん。そうそう、やりたかったけど、やれなかった。やれなかったんですよ。このチャンネルで。でも、はい、まあまあ、リサちゃん、はい、おめでとうということで。また、なんかリサちゃんみたいな。ああ、言い方、ね。言い方だったけど。でもみんな、もう、リサちゃんって言ってるから、ね。言ってないよ。言ってないよな。そこでですね、まあ、ちょ、片野リサ選手の、インタビュー動画をね、はい、見ていこうかなと思います、はい。ということで見ていきましょう。どうぞ。リサちゃん。おめでとうございます。おめでとうございます。ついに決めましたね。長かったですね。10年かかりました。まずの10年分の初優勝ですが、はい、お気持ちはいかがでしょうか。そうですね、泣くかと思ったんですけど、嬉しいがボーって出た感じですね。はい、涙よりも嬉しさ爆発の方で、はい、はい、じゃあ早速優勝戦振り返っていきたいと思います。はい、鎌本さんとお話しください。はい、片野選手おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。そうですね、初優勝やっと、やっとできました。もう昨日から変わらずですか、エンジンは。そうですね、はい、もうこのまま昨日のタイムも良かったので、そのまま行きました。はい、タイヤもこの昨日のままですか。タイヤはもうまんまです、はい。で、思想も今日3台出ましたね。頑張りました。まあ DL、まあスタート切って、まあスタートはやっぱりしっかり意識しました。そうですね、うん、もう野田さんもスタート早いので、はい、練習もずっと行かれていたので、うん、かなり意識して切っていきました。はい、そして1周2周、まあ回を重ねてどうですか、何か思うところありました。そうですね、うん、もう後ろの気配をずっと感じて走っていたので、はい、まあ、コースをちゃんと外さないように、うん、滑らさないようにっていうことをずっと考えて走ってました。はい、6周回、まあ、同じペースで走った感じですか、最後は。どうですか。そうですね、小栗翔太との筋トレのおかげで、うん、鍛えられたかもしれないです。筋トレしてました。やっぱ残り1周半ぐらいが違いますかね、筋トレしたら。そうですね、体力が、うん、持つようになったかもしれません。ね、もう最後の方はね、もうエンジンもタイヤも関係ないような感じで走ってますもんね。そうですね、もう気持ちでね、はい、気持ちで頑張りました。あ、よかったですね。ありがとうございました。本当。もうここで考えました。そうですね、もうここでしっかり回って走れればと思って。あ、本当ですか。気持ちだけ。飯塚で初優勝おめでとうございます。ありがとうございます。片野選手優勝おめでとうございました。 ありがとうございました。以前ガールズでね、勝った時に、はい、師匠にもいい報告が、天国の師匠にもいい報告ができると言っていたんですが、うん、はい、もうこれ本当優勝という部ね、そうですね、記録残りますから、はい、改めてそういう気持ちもあるんじゃないですか。いや本当そうですね、まあ、今回かけてくださったカーラさん、エンジンずっとかけてくださったカーラさんと、うん、あと、まあ、同期とか先輩とか、あとそうですね、黒岩さんがすごい後押ししてくれたと思って、うん、やっといい報告ができて嬉しいです、ね。はい、次リサマックス、今度お客さんがいる中で優勝して、うん、はい、ぜひ。そうですね、はい、ウイニングラン見たいんで。そうですね。今度皆さんの前でできるように頑張ります。楽しみにしてます。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。さあ、それでは最後、深夜まで見てくださっているファンの皆様にメッセージをお願いします。皆さん、いつも応援ありがとうございます。
やっといい報告ができてすごく嬉しいです。このまま引き続きいい調子でいけるようにまた日々頑張るので応援よろしくお願いします。片野梨沙選手初優勝おめでとうございました。おめでとうございました。おめでとうコメント、じゃあウイシからもらいますか。片野梨沙選手おめでとうございます。え、泣きそう。この度は誠におめでとうございます。いや、なんか喋り方がなんか政治家、政治家のコメント、うん、あなたの努力経験、田中もその全てが糧になって今回の優勝につながったんだと思っています。喋り方が田中もってなってんな。なので私からはこの言葉一つ、おらせていただきたいと思います。命結婚してください。あれプロポーズした。うわ結婚してください、俺と。公開怖逆じゃね怖いな。優勝した側が言うんじゃね普通。何も成し遂げてないやつが。何も成し遂げてない。お金もない。ギャンブル大好き。が、優勝した人に対してプロポーズする。この三つが揃った。ウイシはなかなか、ね、人間がなかなかいないという。養ってくれてもいい。養ってください。お願いします。最低のプロポーズが出ましたけど。これからも応援していこうと思います。はい。結婚してください。いや最後それ。やっぱ結婚してください。いやいや、説明する。その、リアルな感じで言わないよ。なんか、金目当て感も出ちゃったし。ああ、ダメか、うん。最初ポケだったのに。うん、どんどんマジになっちゃって。マジになっちゃって。まあじゃあ、ドバシから。あ、一人ずつ言う片野梨沙選手、本当に優勝おめでとうございます。そうですね。まあ自分、船橋でよく見てまして、まあ梨沙ちゃんのね、もうデビュー当時から見てました。本当に自分の妹かのような、はい、気持ちで、本当に見てました。兄ちゃん、すごく嬉しいよ。梨沙ちゃん優勝おめでとう。気持ち悪いですね。真面目だったな。気持ちが悪い。なんか真面目。妹として見てたんだ、リサちゃんのこと。うん、3番目だよ、最後だよ。いやいや。トゥー、トゥルルル。その、16小節のラブソングじゃないんだ。片野梨沙選手、優勝おめでとうございます。まあ、あの頃はね。あの頃まだ2人とも。あの頃は何者でもなく。え？切磋琢磨してきた、ですけども。うん、お互い別の道をね、歩んで。え？目指して。リサは。え？え？優勝して。うん。俺は。うん。芸人でトップを取ったと。何者にもなってないから。残ってない。何者にもなってないから。芸人の世界で優勝したという。何者にもなってないから。また、頂上で出会うことをね、うん、約束したということで、また、会いましょう。いや、もうこれもう。リサ、おめでとう。ありがとう。ありがとう。これからもよろしく。これからも？え？実は俺という、リサちゃんは、実は俺の、実は俺のリサちゃんだ。ああ。ウイシごめんな。うん、よく、カモフラージュできてたよな。そう、ウイシを、うん、隠れ蓑にして、実はという、実は、僕でした。今まで騙しててすいませんでした、はい。はい、ということでね、リサちゃん、本当におめでとうございます。またね、これからもどんどん活躍していただいてね。はい。頑張ってね。まあ応援もね、うん、していくんで、このチャンネルで、うんうん。はい、ということで本日の動画はこちらでお会いしたいと思います。この動画が良かったら、またチャンネル登録、高評価お願いします。おはようございます。ご視聴ありがとうございました。あした。チャンネル登録、お願いします。